中年オタッキーです。繁忙期でね、なかなか撮影する時間がないんですな。もうちょっと無理やり、時間作って撮影してるんですけどね。はい、今日はね、前回の、予告通りね、このキャノン7、カメラミュージアムではね、キャノン7型って書いてありますね。こいつの紹介になっていくんですね。今日のお昼のニュースでね、コロナウイルスのニュースやってましたけど、やっぱりまた流行ってくるみたいですね。僕ちょっと予想しとったんですけども、なんか温度が上がったら大丈夫とか、そういう話も聞きましたけど、それは違うんで、ブラジルは冬だったのに流行りましたからね、温度かけないと思います。皆さん、十分ご注意くださいね。それでは今日のカメラ紹介の動画、始めてみたいと思います。はい、今回ね、紹介するこのキャノン7なんですけどね、発売されたのは1961年9月ということで、キャノンのね、レンジファインダー、レンズ交換式レンジファインダーカメラのね、一番最後の方のカメラになるんですね。もう技術を結集してあります。で、価格の方なんですけども、レンズ付きの価格しか出てないんですね。50mm の F0.95 付きが86,000円。で、50mm F1.4 付きが47,500円だったみたいです。キャノン P っていうモデルもあるんですけど、今中古市場では、ね、P の方がね、ちょっと人気で高くなってるんですけども、P はポピュレールっていう言葉の略で、今でもね、EOS RP ってありますけど、あれと一緒なんですね。言ったら、大衆機という意味っぽいです。これはね、フラッグシップ機になりますね。一応ね、シャッター速度はね、1000分の1秒から1秒まで、金属膜横走り、フォーカルプレーンっていうのになってます。蓋を開けてみますと、こんな感じなんですけどね。で、僕のカメラはね、比較的シワが少ない、やつになりますけどね。こんな感じでね、よいしょ。非常にね、シャッター音は静かです。やっぱりね、一眼レフカメラと違って、ミラーが動作しないんでね。で、フラッグシップ機っていうのはね、もうこの辺で分かるんです。 P はどうか知らないんですけど、これ蓋を開けるときにね、裏蓋を開けるときにこれを回して、普通のね、廉価版のカメラだったらだいたいこれで開くんですけど、これはね、もう一回ね、ワンアクションが必要になります。これね、キャノンの上級機種はだいたいね、2アクションなんですね。例えばここにこれたまたまキャノン F1 がありますけど、F1 はね、通常はね、この、巻き戻しハンドルを引っ張り上げるだけで開くんですけど、これ引っ張り上がらないです。この横のね、メッキのボタンを押さないと上がらないんですね。こういう風にね、フィルムがね、簡単に開閉して、パーにならないようにね、設計してあるんですね。で、このカメラの話に戻りますが、ライカの L マウント、のレンズが、一応大体使えると思います。あと、さっきもちょっとちらっと話しましたけど、50mm F0.95 っていうね、特別なレンズがあります。もう伝説のレンズですよね。これライカ L マウントっていうのはね、スクリューマウントなんですね。こうネジと、よいしょ。はい、これ外しますと出てきます。これね、これちょっと出っ張りがあるでしょ。これがね、外爪バイオネットマウントと申しまして、要は 50mm F0.95 を作るときに、このライカ L マウントでは設計できなかったんですね。レンズがでかくなるんで。で、無理やりね、この外側にね、バイオネットマウントをひっつけて、ここにレンズをひっつけるように設計したわけなんですね。50mmF0.95 伝説のレンズですけど、現在ではね、ヤフオクの相場で25万から30万ぐらいしてるみたいです。一応ね、カメラ用レンズとしては、世界で一番明るいレンズになるんだと思いますけど、実質の明るさはね、F1 ぐらいだっていう話も聞いたことがあります。で、描写はね、そんなによくない。まあやっぱ設計にちょっと無理があるのか、描写はそんなによくないらしいですね。で、またカメラの話に戻りますけども、とりあえずレンジファインダーっていうのはね、
ここで見ますよね、ファインダーここで見ますよね。でもう一箇所見るところがあるんですよ。これはこのカメラここにあるんですけど、ここで見たものとここから入ってくるものをここで20像で合致させるんですね。でピント合わせをしたらね、その20像のね映像が変わってきます。ここから入った、光がミラーでね、その距離、ピントの距離によってそのミラーの角度が可変するんですけど、それでこっちのミラーにそれが映し出されて、20度がずれてる状態ではピントが合ってない。それを合わせてピントが合うという、まあ、三角測量法と同じ、方式になるんですね。で、こんな感じでちょっと映像を作りましたけど、これ今ちょっとレンズを外して、ネジとね、Lマウントですからね、ネジを外しまして、結構回さなきゃいけないですね。ネジが外れた。内側にね、これ出っ張り、が見えますね。これがね、距離計連動ピンなのかな。ミラーをね、変換させるための、ピンになります。で、このレンズの後ろのとこにね、ピントを合わせるとね、こう出っ張りが、動いて出てくるようになるんですね。このグリグリグリと動くように、設計されています。これでね、ピントを合わせるようなシステムになってます。レンジファインダーカメラは、大体すべてこの方式で、ピントを合わせるようになってます。で、このカメラの、レンジファインダーは結局、レンズ交換式は大体こういう構造になってると思います。で、ファインダーがね、このカメラね、キャノン P のファインダーがね、結構もてはやされる、等倍なんですね。キャノン P は等倍で、こいつはね、0.81 倍だったんかな。0.81 倍だったと思うけどな。0.8 倍ですね。ライカ M とかはね、0.91 倍だったかな、なんかな。でもこれ、0.8 倍って言いますけど、今ちょっと見てますけど、パッと見はね、等倍に見えます。そんなにね、違和感があるファインダーね、見えはね、すごい、ライカ M3 とかに比べたらね、落ちるとは思いますけど、すごいクリアで見やすいです。で、凝った作りなのがね、このね、ギミックというか、ファインダーの中のね、枠ですか、ファインダーの何て言うんだろう、フォーカスの枠ですね。これ、カメラのね、上のところにね、これダイヤルがあってね、これ35、50、85、100、で、あと135か。これレンズ交換式でね、レンズを交換した時にこれね、これが 35mm に設定した時のファインダー、これが 50mm に設定した時のファインダー、これが 100mm、85mm のファインダーで、最後が135、ということでね、この、なんていうんですか、構図を決める時の、枠がこうやってね、ファインダーの中に出てくるね、これ最高式ブライトフレームファインダーということで、非常に凝った作りになってます。かなりね、よくできていると思います。この以前のキャノンのカメラは、変倍式って言って、レンズを交換するとね、ファインダーの倍率が変わって、そのファインダーの中にその構図を決める材料を作るということなんですけども、クリアじゃなかったらしいんですね。その変倍式にしたがためにファインダーの見えがちょっと悪かったと、あとコストがかかると、この2つの問題を解決するためにこの、ブライトフレームをの枠を、変更することで、そのうまいことその写真が撮れるように。で、この機関距離っていうんだったかな、このレンジファインダーの、この距離がね、この間、オリンパスペンディンの時にちょっと話したんですけど、こいつこの距離がすごく長いんですね。ちょっと今レンジファインダーのカメラ積んでなかったかな。あ、ちょうどいいのがあるわ。はい、これはオリンパスのね、35ED ですけど、ここなんですね。ここなんですよ。これキャノン7はどうかっていうと、だいぶ倍近く、距離がありますね。このね、機関距離が、大きければ大きいほど、ピントの精度が高まります。で、
結局ね、このキャノン7っていうカメラは最初から長いレンズをつけた時でもちゃんとピントの精度が出るようにということで、設計されたみたいなんですね。なかなかね、使い心地がいいカメラでね、音も静かですし、撮ってて楽しいです。で、ここからはね、レンズの話になっていきますけども、今ついてるレンズはこれね、ロシアレンズのインダスター50っていうね、レンズになります。これ eBay とかで2000円ぐらいで買える、僕はヤフオクで3000円で買ったんですけど、どんなレンズかっていうと、構成はね、3群4枚のテッサー型です。ほぼテッサーのコピーと言っても過言ではないと思います。もうね、構造はね、本当に単純でね、エグザクタマウントかなんかにね、この後ろのね、フランジバックを合わせるやつを多分これ追加してやるだけなんですよ。本当に構造は簡単です。で、インダスターっていうのはね、いろんな方がね、動画で説明してますけど、工業製品っていう意味らしいです。で、ロシアなんでね、メーカーというのが存在しないんで、社会主義国ですからね。だから工業製品50番っていうレンズなんですね。すごい適当な名前ですよね。もうちょっとかっこいい名前つけてやる方なのにね。テッサーね、そのコピーレンズということでね、鷹の目テッサーって言われてるぐらいなんで、どんな写りをするかというと、なかなかの写りでした。ちょっとね、作例を出しますね。これね、モノクロのね、ケントメア400で今回撮って、ちょっとね、現像巻き失敗してね、粒子がね、荒く出てるコマもありますんですが、見ての通りね、カチカチのパリッパリに改造してますよね。これだけ改造するのはさすがね、テッサー型ということでね、ドイツが敗戦してね、ソビエト連邦ですか、ソビエト連邦はライカのレンズの設計図もそうですけど、ライカのレンズのガラスまでなんか持って帰ったらしくて、古いやつはね、もう完全にね、ライカレンズのね、コピーと言っても過言じゃないっていうぐらいのものがあるみたいです。このコマもいいですよね。で、さっきね、街灯のね、写真がありましたけど、このレンズなんかね、強い光が入るとね、放射状にね、フレアが できるということでね、ちょっとやってみたんですけど、大して放射状のフレア出なかったんですけど、結構な方がね、インスタグラムとかでね、放射状のフレアを作ってあげてますね。カラーの方がね、冴えるみたいですね。ちょっと虹色になって、面白い、フレアができるレンズみたいです。解像度も高いしね、値段も安いし、すごいね、いいっていうね、いろんな意味でいいレンズだと思いますが、精度はいまいちです。普通ね、最短撮影距離1メーターなんですけど、1メーターのところで止まってないんですけど、ちょっと見えるかな、1メーターのところで止まらないんですよね。絞りもね、なんか中途半端なところで止まったりね、これ 3.5 なんですけど、 3.5 よりもっといっちゃうんですよねこの辺がね、ロシア製、ソ連製というか、ロシア製というか、まあ、精度は微妙ですね。やっぱドイツ製とかに比べるとね、カチッと精度は出てないんですけど、写りは十分いいんでね、このレンズ試してみるのいいと思います。特にね、ライカ L マウントっていろんなカメラで使いますんでね。で、僕的にはね、このカメラね、十分な精度を持ってますし、使い勝手もいいしね、何よりいいのがね、金属膜シャッターっていうことですね。多分ね、キャノンは意図してその金属膜シャッターにしたと思うんですけど、このレンジファインダーカメラっていうのは、ミラーがないんで、そのシャッター膜にね、常にそのカメラのレンズを通した光が当たり続けるんですね。これでね、例えばゴンって置いたときに、太陽の光がこうレンズに入ったとすると、シャッター膜が焼けてしまうんですね。焼けて穴が開く現象があるらしいです。で、当時はね、布膜シャッターだったんですけど、そのシャッター膜に穴が開いてるライカは結構あるらしいんですけども、こいつはね、ステンレス製のね、金属膜で、多少のね、光線では溶けないでしょ。これ、ステンレスのね、金属膜を溶かすような温度にはならないと思いますけどね。そんなわけでね、ある意味、ライカよりも使い勝手がいいと言えると思います。ライカの方が当然ね、いいんですけど、おそらくはね、もうライカ使ったことないから分かんない。当然いいと思いますけども、こいつで十分だと思いますね。何よりね、ものすごく安いです。僕のこれはね、
ちょいジャンクだったんですけどね、2970円かなんかでね落札したんですよ、ヤフオクでね。でレンズと合わせて6000円ぐらいで買ったんですけど、レンズの方が高かったんですよね、このロシアレンズの方が。すごく安くなってます。キヤノン P はね、 P が人気で、ちょっと高くてね、7-8000円は軽くいくと思います、ね、1万いくかもしれない、キヤノン7はね、でも全体的にね値段安めです、で P もそうですし、キヤノン7もそうですけど、シャッター膜にシワがいくんですね。僕のはね比較的マシです、ほとんどないと言っても過言じゃないですけど、もうぐちゃぐちゃにシワがいってるような、カメラもあるみたいです。これ先膜にはシワ寄らないんですよ。今これ先膜でしたけど、これね先膜のね擦れ跡、これも必ず出るみたいですけど、シワは寄らないんです。で、後膜にシワが寄るんですね。なんでこれ後膜にシワが寄るんかっていうのを誰かが書いてたんですけど、先膜は巻き取られるけど、後膜は伸びて止まるんですね。で止まった時にね、その衝撃でシワが寄って、だん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 シワが大きくなるんじゃないかっていう話を、してましたね。はい、まあこんな感じでですね、露出計もねついておりまして、これ露出計、動かないっていう人の方がなんか少ないような気がする。僕のカメラも完全に動いてますけど、露出計ねここにありまして、2段階切り替え式でね、明るい時と暗い時とね、露出計切り替えるんですけど、でシャッターをスピードを切り替えると、あのちゃんとね適正露出がねこう変わっていくんですね。これなかなかね、これ今回露出計、使ってましたけど、だいたい正確な数値をね出しておりました。いいカメラだと思いますね。ライカのねエロマウントのね、レンズ、を使ってみたいとか、すでにねミラーレスカメラを使っててエロマウントのレンズ持ってるよとか、そういう方にはね非常におすすめのカメラになります。絶対いいと思いますね。これ楽しいですね。フィルムで、ライカのレンズを使って撮ってみてはいかがでしょうか。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。それではね、ここからは視聴者様の、作品紹介になってまいります。はい、視聴者様の投稿作品のコーナー、トップバッターは達也さんですね。作品投稿させていただきますということでね、ニコン F2 に非 AI の 50mmF1.4、こいつかな、これと一緒のレンズかな、ニコール S ポート 50mm1.4 かな、コダック TMAX100 で撮りましたということで、タイトルはバラの園ということでね、もう少しコントラストがきつくなるのかと想像していましたが、意外とまとまった絵が出てびっくりです。ただしモノクロでバラはやっちゃいけないですねということで、この写真なんですけどね、確かにそうですね、これバラか何かもうわからないです。これね、モノクロでね、よくやる失敗になるんですね。まあ、綺麗と思って撮るんですけども、色がないんでね、葉っぱも花びらも全部同じ色になるわけです。だからね、バラを撮るときはね、モノクロでバラを撮るときはね、一輪挿しのバラとかの白バラとかをね、ちょっと工夫して撮った方がいいですね。例えば、なんだっけ、ソフトフォーカスで撮るとか、あと極端に露出オーバーで撮るとか、露出はめちゃくちゃ露出アンダーで暗っぽく撮るとか、あとめちゃめちゃ逆光にしてシルエットにするとか、その一輪挿しのバラを撮るんだったらね、全然モノクロでいいと思いますが、ちょっとねこういう体勢では構図ではちょっと厳しいと思いますね。はい、達也さんありがとうございます。次がどこだったかな、こっちか、飛んじゃった、小寺さんの、作品、タイトルがね、自粛の繁華街、カメラ F2 フォトミック AS、オート S50mmF1.4、フィルムがロモグラフィー、ネガティブ400、このカメラのファインダー DP12 の指示通りの30分の1 F1.4 で撮影、頑張ってシャッターを切りました。DP12 は暗所に強い露出系を備えていますということでね、ニコンの露出系は全体的にいいですけどね、写真なんですけどもね、これね開放で撮ったんです
でしょうけどね、 1.4 でいく、これ素晴らしい解像度になってますね。右上の方にこれブレではないですね、流れにじみか、はありますけどね、全体的に綺麗な絵になってます。これいい感じの写真になってますね。モノクロで撮っても面白かったかもしれないですねこれね。まあどっちでもいい感じですけどね。はい、小寺さんありがとうございます。次がね369モノクローマンさんの作品で、タイトルがね坊主の休日、カメラねベッサ R2、ズミクロン 35mm、フィルムがねエクターコダックエクター100ということで、これねこれ休日なんですかね、坊主さんがね記念写真撮ってる感じですけどね、これなかなか微笑ましい作品になってます。これどこのタイかどっかで撮ったんですかね、ちょっと国は外国ですよね明らかにね、後ろの文字がどんな文字かちょっとわからないんですけどね、これなかなか微笑ましい作品、ありがとうございます。はい、次がねクスクスくんさんの、作品で、タイトルがねそれぞれの思い、カメラがソニー α7II、レンズ SMC ペンタックス M50mmF2、梅雨の晴れ間に撮影したということで、これタイトルがねなかなかねいい感じになってますね。これねこれ木なんですけど、植木屋さんがね綺麗にね枝のね先ほどの葉をね綺麗にまとめてね、そのそれぞれのね形がねそれぞれでこのなんていうんですか、それをタイトルにしたんだと思うんですけど、なかなかね面白いタイトルになってますね。そびえ立つねその、異様なね形状の木、これ面白い写真になってますね。はい、くずくずくんさんありがとうございます。次がねケイジローさんか、ケイジローさんの作品で、タイトルがね梅雨の中休みでも僕は仕事っていうことで、カメラニコン F、レンズが AIS ニッコール 35mmF2.8、フィルムがねスペリア100期限切れ、ということですね。絞り F8 で撮ってて、ただでさえ解像度が高い、35mmF2.8、これね F8 まで絞ってねなかなかの写真になってます。これね構図的にこれね高圧電線の位置がちょっと微妙は微妙だったんですけどね、なんていうんですか、反射ね、これ田んぼかなんかですね、田んぼにね夕日が反射してねものすごく素晴らしい作品になってますね。でね色がねちょっと転んでるんですよ、期限切れフィルムということで、これマゼンダ側に転んでるのかな、これねなかなかねいい写真になってますんで、ケイジローさんのこのね何ですか、梅雨の中休みでも僕は仕事っていう写真、これは次からタイトル画面にさせていただきます。はい、ケイジローさんありがとうございます。次がテラーさんの作品ですね。こちらもねいい作品になっております。大自然のひよこまんじゅうか、カメラがねオリンパス OM2、レンズがね随行 35mmF3.5、 フィルムは忘れてしまいましたということですけど、こちらちょっとね周辺原稿と粒子感が出ているんですけどもね、これ水面すれすれにね太陽が沈んでいく瞬間ということで、ね、素晴らしい写真、こちらも素晴らしい写真になってますね。三脚構えてもうちょっと絞りたかったですね、周辺原稿がもったいなかったですね。はい、テラーさんありがとうございます。今回の作品紹介はここまでになりますね。待機者がね、3名ほど出ております。こんな感じで今日はね、俺のカメラコーナーと、やったやっちまったコーナーの、投稿はなかったんでお休みになります。またね、お暇な方ね、自分のカメラの写真とか撮ってね、投稿ください。ちょっと面白い、アイデア的な写真とか、かっこいい写真とか、待ってますんでね、みんなでねシェアしてね、みんなでレベルアップしていきましょう。ただねカメラを自慢するだけじゃなくて、写真を撮るときにはね常に作品を作るという、イメージで撮るとねスキルも上がっていくんだと思います。はい、今日のね、動画はこんな感じになります。
で次回の動画ですけども、ネタがたくさんあるんですけども、どうしようかな。ニコン F の一発目の取り上がりの写真を紹介していくか、それとも、キャノン F1 とニコン F2 の比較をしていく動画にするか、どっちにしようかな、ちょっと悩み中ですが、まあ、気まぐれでいこうと思います。ね、一応ね、今週もう一本動画を作るつもりではいますけど、作れるかな、微妙ですね、無理かもしんない。まあね、ちょっと繁忙期に入ってきてますんで、あんまりね、動画を作ってると睡眠時間がなくなっていきますんで。はい、今日の動画はこんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録者ね、ちょっと勢いがね落ちてきておりますけどもうね、似たような動画ばっか作ってるから仕方ないんかもしれないですけど、ぜひね、気に入った方ね、チャンネル登録、ここにね出てきますんでね、やっていただけたと思います。で、動画がねシェアされやすくなるようなんでね、高評価、コメント、お暇な方ねコメントもいただきたいですね。ぜひぜひ高評価はね、もうポンと押すだけなんで、高評価をよろしくお願いします。はい、それではまたね次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。